マシュー・ジョージ・マニングは、アメリカ合衆国カリフォルニア州、エルク・グローブ出身のプロ野球選手、ウトウ・ミギウチ。MLB のデトロイト・タイガース所属。元 NBA 選手のリッチ・マニングを父に持つ。2016年の MLB ドラフト一巡目で、デトロイト・タイガースから指名され、プロ入り。なお、契約しない場合は、ロヨラ・メリーマウント大学へ進学の予定であった。 契約後、参加のルーキー級、ガルフコーストリーグタイガースで、プロデビュー。10試合に先発登板して0勝2敗、防御率3.99、46奪三振を記録した。2017年は、A-9 コネチカットタイガースと A 級、ウェストミシガンホワイトキャップスでプレイし、2球団合計で14試合に先発登板して4勝2敗、防御率3.18。 62奪三振を記録した。2018年は、A 級ウエストミシガン、A 級レイクランドフライングタイガース、AA 級エリーシーウルブズでプレーし、3球団合計で24試合に先発登板して7勝8敗、防御率3.29、154奪三振を記録した。7月には、オールスターフューチャーズゲームのアメリカ合衆国選抜に、 選出された。2019年は AQ エリーでプレーし24試合に先発登板して11勝5敗、防御率2.56、148奪三振を記録した。7月にはオールスターフューチャーズゲームのアメリカンリーグ選抜に選出された。2020年オフの11月20日にルール5、ドラフトでの流出を防ぐために40人枠入りした。 2021年は、トリプル A 級、トレド・マット・ヘンズで開幕を迎えた。6月15日にタクシースクワットに登録され、17日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入り。同日のロサンゼルス・エンゼルス戦に先発登板して、メジャーデビューを果たした。フラットな軌道の速球と縦に落ちるカーブが武器である。ありがとうございます。